どうも、九州正解、岩田です。おっしゃ、ブブブラハブラ。あ、正蔵さん田中正蔵か、お前というわけでですね、今回、ウマヅラビーの都市伝説シリーズでございます。まだというわけでですね、都市伝説に非常に詳しいこの方、ミスター関を呼んでおります。ああどうも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 。これじゃあ、ええ。先生どうも。なんでもねえ山菜爺さんか今回の都市伝説は2004年に発売されて以来いまだに人気を誇るモンスターハンター。そこには数々の都市伝説や裏設定が存在するのね。というわけでですね、今回そのモンハンの裏設定について触れていきたいと思います。まず一つ目は、モンハンの世界では絶滅種とされ姿を消したモンスターが多数存在するのね。アフネコ使ってたわ俺ゲーム中では登場おるか話題にもならない裏設定のような存在なんだけれども、モンスターハンターの設定資料集にはその名前が見られて、現在判明している絶滅種モンスターはイグルエイビスやワイバンレックスなどがいるとね。でまずイグルエイビスというのは潮流種の祖先と言われている古代生物で、全ての潮流種にはイグルエイビスの子孫という風にされてるのね。そしてもう一つのワイバンレックスに関しては、現在確認されている大半の飛竜種の祖先とされている古代生物で、フルフルやリオレウスリオレイヤなどの飛竜種を元をたどれば全てワイバンレックスから進化してるらしい。回復中かお前でこれらの絶滅種は実はフィールド上で骨や化石として目撃することができて、かつて地上を闊歩したであろう巨大な絶滅種たちの存在を如実に示してくれてるのね。もう俺の中学時代あだ名フルフル下の方だろそれもう一つは、キリンはケルビが怨念で怒り狂った姿なのね。まずキリンの生息地は旧密林や旧沼地、雪山、決戦場の5カ所なのね。そのうちの旧密林、旧沼地、雪山にはフルフルが生息してるのよ。お前じゃねえそしてフルフルの生態ムービーでは洞窟に水を飲みに来たケルビを待ち構えていて、それを捕食するのよ。つまりもしかするとキリンはフルフルに捕食されたケルビが電気なので体内で突然変異を起こしてフルフルへの怨念で怒り狂った姿なのかもしれないのよ。つまりね、キリンの電気っていうのはフルフルからもらったってことね。元はそういうことですよね。ああ、しびれちゃいそうね麻酔玉投げるぞもう一つは、ババコンガの髪型は樹液や果汁等で固めたリーダーの証なのね。実はババコンガとコンガというのはさほど変わりはなくて、異なる特徴の一つとして頭部の毛を自分好みの植物の汁などを使ってトサカのように逆立てている点が唯一変わった点なのね。ウェーゴの進めんなそれつまりババコンガのトサカというのはボスの証であって、群れのボスを狙うババコンガは自分のトサカを作って現在の群れのボスに戦いを挑むことがあるらしい。下手したらみんなボスになるってことだ桃毛獣だらけだろもう一つは、ヤマツカミは餌を食べて体内で発生したガスで浮いてるのね。ヤマツカミは翼などの器官は存在しないんだけれども、体は基本的に空中に浮いてるのね。そして植物に覆われた巨体っていうこともあって、その様子はまるで山が宙に浮いて移動してるかのような姿から浮学流というふうに呼ばれてるのよ。そしてその浮遊能力の原因というのは捕食された生物の死骸から発せられてそのまま体内に溜め込まれた腐敗ガスなんだ。ほぼ山つかみだろうねそしてガスの量や火事を自分で制御することが可能で、大陸から大陸までを渡り鳥のように移動することが可能なのよ。そして攻撃を受けるとガスが抜けていくために過度なダメージを負うと墜落するんだけれども、ガスはすぐに溜まるために絶命するまでは何度でも宙に浮かび直すことができるのよ。ちょぽっと落ちるね可愛いんだよもうもう一つは、ミラボレアスの体の一部は殺して持ち帰ったハンターの装備が溶けたものなのね。ミラボレアスの古い伝記によると、シュレイドの古城に舞い降りたというふうに記されてるんだけれども、曖昧すぎる記述で真相は不明なのね。でその他の古文書などにはモンスターの生態らしきものが書かれてて、それによると倒した獲物の亡骸を戦利品としてねぐらに持ち帰るというふうに書かれてるんだよ。つまり兵士やハンターの場合は武具ごと持ち去って、それらの武具をミラボレアスの体温で徐々に誘拐して鱗に染み込んでいって、自らの外殻を作るというふうにされてるんだよ。つまり腹の部分の鱗の模様というのはハンターとその武具の模様ってことなんだね。じゃあミラボレアスの腹が硬いのは、ただのミラボレアスの特徴じゃなくて、ハンターの防具ってことね。ハンターの防御力ってことですよ。ああ、気が強いだろうねギルドだろもう